小田原城の戦いは、A63 年から A64 年に、関東の上野、武蔵、相模において、上杉氏、長尾氏の連合軍と、後北上氏によって行われた一連の合戦である。大月合戦とも言う。この合戦は、その後10年余りにわたる、上杉謙信による、関東遠征の短所である。本校では、合戦の経緯として、上杉軍の腰山から、 小田原情報移線前後の著場攻防戦、関連事項についても合わせて解説する。関東関連である、上野国平議城主、上杉憲政は、川越城の戦いに敗れて以来、相模の御北条氏から圧迫を受け、徐々に勢力を削がれ、武蔵から北、関東を伺われる状況になっていた。そのため、信濃の村上の力よらと上進同盟を結び、 これに対抗しようとしたが、このことから品の信仰を目指す武田氏とも対決せざる得なくなり、結果、尾大元の戦いに敗れ、本拠の平来城も危うくなってしまった。このため、一後の上杉謙信を頼った。謙信は1559年には上落し、関白、この江崎久を奉仕関東官僚を補佐すべく後、法上市討伐を計画した。年月日、 里見吉高からの救援要請をきっかけに、謙信は、越後勢8000余りを引き放乗うじやを、討伐するため出陣。三国峠を越え10月初旬、上野に進行すると、沼田城を攻略、城主放乗し、州、沼田高原を追うと、岩下城、続いて、馬屋橋城を落とす。賢信は、馬屋橋城を接収し、関東攻めの拠点とすると、名橋の居城。 名場城を攻略、さらに武蔵に南下して、羽生城も陥落させた。一方、北条氏康は、里見義高のくるり城を包囲していたが、上杉軍の襲来を知り川越城を経由し、9月下旬頃、松山城に入る。上野、武蔵の諸将は、九州である県政及び関白、この江崎久を奉じ、圧倒的な軍事力を見せる県心のもとへ参集した。対して、 下津家の反応は鈍く、謙信は29日、竜慶寺に、さらなる説得を依頼している。大田助政にも、正木と木持と、原種貞の構想の仲介を依頼した。しかし親、北条氏の家老、原氏の原種貞が実権を、掌握している下大佐の守護千葉氏の総領千葉種富は、古川の北条氏に援軍を送り、後に和議を申し入れて、 謙信の関東官僚就任式に参列したものの、上杉軍に加わることはなかった。小田原州所領役長に記載された他国州からの離反が相次ぎ、北条氏の要する小学坊の足利義氏からの諸将への要請も走行せず、謙信の進撃の前に劣勢に立たされた宇治安は、同盟する武田信玄に援軍と背後からの牽制を要請。さらには、 今川氏に救援を求めると、今川義元を織田信長に討ち取られた直後で、混迷の中にもかかわらず今川氏真は、川越城等に援軍を派兵する謙信は、馬山市城で年を越した。2月になると、越後に残っていた、なおえ三ね名も関東に招集された。そのまま上野から進行し、関東区防の在所である、足利義氏の本拠地、小賀御所を制圧。 2月下旬に松山城に着き、同27日鎌倉鶴岡八万宮に勝利の願文を捧げた後、海沿いを進撃。藤沢、平塚を経由し、小田原に攻め込んだ。A64 年3月、三人の遅れていた北関東の諸将も、謙信のもとに結集し、この頃、関東幕中門が完成する。謙信は、 旧上杉家家診断も含め10万人を超える大軍となった遠征軍で小田原城をはじめとする諸城を包囲攻撃を開始した。上杉軍先陣は3月3日頃に東馬に陣を取り、同8日に中筋に達し、14日には大月で北条方の大藤秀の部隊と激突した。しかし、上杉軍はさらに何か、22日に蘇我山、 24日に縫った山でも戦闘が行われた。謙信も3月下旬までには、小田原近辺に迫り、佐古川辺に陣を張った。攻防の中心となった北条氏の本城、小田原城では、大田助政の部隊が、小田原城の蓮池門へ突入、激しく攻め立て、北条軍も粘り強い抵抗を見せたと、構成成立の軍旗である、関八州古全六等は伝えている。 信頼性の高い資料にこの時の包囲戦の様子の詳細を伝えるものはなく、わずかに上杉家文書で小田原城下での両軍のぶつかり合いは認められず、挑発のため城下に放火をしても包城法は城から撃って出ることはなかったとされる。3月下旬には宇治安と同盟を結ぶ武田氏の援軍が会吉田に到着する。今川氏の援軍も近日出陣のための準備が、 できたと知らせが入った。また、この頃すでに長期婦人に対する不満が遠征軍諸将から出始めていた。越後でも関東への兵やにの輸送についての紛争が各地で起こり、謙信は天馬、輸送に関する政策を出している。うるう3月初め、謙信は三人諸将と共に鎌倉に移り、関東官僚就任式を執り行い、 長岡ゲトラから上杉正虎へと改名する。謙信は関東管理としていただく小学坊にこの江崎久を迎え入れたかったが、関東の諸将では小山秀綱が足利富士氏を押し、柳田誠介が足利富士生を押して揉めた。謙信は同16日、柳田誠介に基礎文を与え、富士氏が擁立されることになったもの連合軍が一枚岩では、 ないことが露呈してしまった。それでも謙信は三内に数日間滞在し、関東諸将と談合。また三人をねぎらった。一方、武田信玄は、北条支援のため北信濃に出兵し、4月、または5月に、謙信の属上割が岩木を落としたとされる。さらに信濃、川中島に、海津城を完成させた。この城は、 川中島で信玄方と睨み合いを続ける、謙信法にとって脅威であり、謙信も川中島で対抗策を講じる必要に迫られる。また、武田氏が先導した一行一揆が越中で放棄した。また当時、関東では基金が続発していたため兵糧に急していたとも言われ、上杉軍内部においても長期にわたる出兵を維持、できないとして、佐竹義明、小田氏、 宇都宮氏が撤兵を要求、一部所長が無断で陣を引き払った。松山城では、上田智直が反旗を翻すなど、三人諸長の足並みが乱れたこともあり、結局、小田原城を落城させるには至らなかった。玉縄城、滝山城、川越城、江戸城等の北条市直下の市場も落ちることなく、持ちこたえた。 謙信は、川中島において信玄と私有を決する意図もあり、再び、小田原城に向かうことなく、軍を引き、鎌倉を立った。謙信は、この後、越後駅間途上の4月、北条家田へ寝返った、上田友直の松山城を攻略、上昇として、上杉謙承を残した。小河御所には、足利富士市と共に、 この江崎久が置かれた。謙信は、将軍、足利義輝から関東出兵をねぎらうおうち楽器を受け取り、6月下旬には、馬屋橋城を立ち、10ヶ月に及ぶ関東遠征を終えた。は、関東幕注文、謙信の在陣中に反旗を翻した、上田智直のの他に、謙信が関東を去ると、東金堺市、山室市、高木市が再び、北条市に帰属した。 9月には、三達な秀が、北条氏に攻め滅ぼされた。謙信は、10万を超える大軍を率いて、北条氏の領土へ奥深く侵攻。北条氏元前の鎌倉鶴岡八万宮で、関東官僚就任式を観光し、その名を天下に轟かせた。同時に、包位に1ヶ月耐え抜いた小田原城も、謙上として認識されるに至った。短期間に、北条氏を追い詰めた。 謙信であったが決着をつけるまでには至らず、謙信の帰国後、北条氏は勢力を盛り返していく。その後、両者は時に武田氏を交えながら、関東全域を戦場として熾烈な戦いを繰り広げることになる。成田町体長着の逸話で説明されてきたような、離ハや北条への再帰属に関しては、北条氏からの圧迫のほか、 関東官令として謙信が定めた序列に不服を持った諸将の反発を招いたという説もある。もともと、北条氏や苦心以前の関東では、関東久保やその執事たる官僚家ですら、権益争いと恩衆の中で分立し、そのもとで関東諸将は愛争っていたという事情を抱えていた。常に反北条の姿勢を崩さなかった佐竹氏、里見氏、大田氏等以外の関東諸将の多くは、 その後も、謙信と北条氏の間で揺れ動きながらも、結局は、関東で在地統治している北条氏に帰属するか、両者の攻防の中で衰退していった。関越大連合軍の構成を牢上で乗り切った、北条氏は、この後、小田原城の不信を絶やすことなく、縄張りを広げ、武田信玄に攻め込まれた際も小田原城で牢上して、やり過ごす。 後の豊臣秀吉による小田原征伐では、田畑、城下町までをも囲い込む周囲9キロに及ぶ総構となり、多くの名将が率いる22万の兵力を相手に3ヶ月の牢城戦に耐え、敵方に力攻めを断念させた。しかし、市場がことごとく陥落し、城内では重心のない大が露見。先に降伏した一門や反戦派の説得もあり、解除した。 続説では、かつての老城作の成功によって生じた過信が、豊臣連合軍との交戦を決意させ、北条氏に滅亡をもたらしたとも言われる。しかし、実際は、沼田問題が、一応の解決を見た時点で宇治政の上落は、決定していた。老城作が決定したのは、殴る未城事件によって、秀吉から、戦線復刻され、交戦が避けられない状況になってからである。 A63 年の沖狭間の戦いで、今川義元が織田信長に撃たれた後、本拠地である、三河国岡崎城に帰還していた今川氏参加の松平元康が、翌永禄四年四月に今川方の牛久保城を攻撃して、今川氏に反旗を翻して、自立を果たし、さらに織田信長と清須同盟を結んだ。この三河国の動きも、 謙信の小田原城攻撃と関連しているという見解が出されている。柴博之は松平元康が今川市から自立するにあたって武田、北条領氏が今川氏真を支援することを警戒していたが、謙信の進行によって武田、北条領軍が上杉軍と対峙したことで彼らの援軍が三河に送られる器具が解消されたことが自立を促す一因になったとしている。 一方、丸島和弘は、桶狭間の戦い直後の松平元康は自立の考えは持っておらず、今川氏真の命に従って、岡崎城にて、織田軍の西三河進行に退治していたが、今川氏真が三河への援軍よりも同盟国である、武田、北条領主への支援を重視して、小田原城への援軍を送ったことで不満を抱き、無縁のままを出しと戦うよりも、 織田しと結んで、今川氏から自立することで両国の維持を図ろうとしたとしている。なお、その後、今川氏真は、北条、武田領氏に対して、死者を派遣して、三河奪還のための援軍を要請しており、それを受けて、信玄も、南信濃の国州である下城市に、三河町略を進めるように指示を出したとされているが、永6六年東東海国で、演州奮撃と呼ばれる、 大規模な国州反乱が起きると、今川氏真の統治能力が疑問視され、信玄は三国同盟破棄と今川両信仰を検討するようになっていく。同時代資料でもその名が見られる。近年の小田原城の移行の調査や、不審文書等の研究によると、県信大衆寺の小田原城は、二の丸外閣構え、信玄大衆寺で三の丸外閣構えであるとされている。 小田原城関東の入り口を押さえた武略と知性の城、武田信玄は、第三次川中島の戦いの後、謙信の上落を望む足利義輝の朝廷によって停戦していたが、謙信が先に、死なので放火したことに対抗するとして、北信なのに侵攻しており、永六元年6月頃までに和議は不調に終わっている。満たし滅亡の時期に関しては、永禄六年という説もあり、 ありがとうございます。